奈良市立平城東中学校は奈良県奈良市須坂6丁目にある公立中学校である。平成26年度からはタブレットを導入し、英語の授業を一部で展開している。通称、東中平東。校訓は自立、友愛、健康。学校教育目標は前向きに挑戦し続ける生徒の育成のために、 やってみよう。制服はなく、私服での投稿が認められている。1988年11月15日に、オーストラリアのテロピアパークスクールと姉妹校協定を締結した。2020年9月より、文部科学省の推進するギガスクール構想に基づく奈良市独自の政策の一環として、一人一台タブレット端末が対応されている。作詞。 カムラ・キクオ作曲案不製造野球部、サッカー部、バスケットボール部、ソフトテニス部、卓球部、科学部、吹奏楽部などがある。2021年1月現在、同好会は存在しない。生徒会規約に基づき、以下の委員会が前期、後期の2期制で活動している。ただし、生徒会本部役員は、任期が1年与えられている。また、 選挙管理委員会については、生徒会本部役員選挙前後でしか活動しない。生徒会本部、生活安全委員会、環境美化委員会、図書委員会、放送委員会、体育委員会、保健委員会、文化委員会、各学年委員会、選挙管理委員会、例年9月後半に開催され、吹奏楽部などの文化系部活動の発表、展示が行われる。また、 1.2年生は各学級での合唱。3年生は学年劇を行うのが慣例となっている。例年10月に開催される。各学級がそれぞれ色団ごとに分かれて競技を行う。色団は通常は赤、青、ファンの3色だが、クラス数の加減に伴い赤、青、ファンに加え緑の4色で行う場合もある。例年12月に行われる。 選挙管理委員会は選挙の告示前に、各学級より一人ずつ選ばれ、立候補者の立候補届の受理、選挙の告示、投票の監視並びに開票作業を行う。本部役員は、毎年7人ずつ募集され、立候補者が7人を超える場合は、投票日に行われる意見発表会で、全校生徒に向け演説を行う。その後、 各学級にて無記名にて投票が行われ、得票率が多い順の7人が、次期生徒会本部役員として認証される。ありがとうございます。